焼肉来る前にアイス食うやつ。ちょっと疲れてきた。調子乗った。はい、どうも皆さんこんにちは。気ままに多幸会のタコです。今回はここ近鉄大和八木駅前にやってきました。今回はこの大和八木駅来て何をするのかというと、なんと焼肉食べ放題のコースが大和八木駅南口徒歩1分のところにあるということで、もう着きましたよ。焼肉ワタミっていう多分チェーン店になるんですけど、ここなんと焼肉90分食べ放題ということで、コンディションは抜群のタクオーク、早速焼肉ワタミさん行ってみましょう。行くぞ、ガトイ。建てられたの最近ですか？オープンは1年半前です。1年半前、はい。あ、いいですか、お願いします。焼肉食べ放題なんですか？キャンペーンと、すべて390円、はい、値段になってまして、うん、これとデザートをつけるとかもできるんですか？はい、あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあそうしようかな。デザート食べ放題されますか？はい、少々お待ちください。ありがとうございます。何食べよっかな。ランチの限定セットメニュー、一杯無料やって、おかわりご飯。よし、大盛りワタミカルビ。待て、多分これが一番ベーシックなんかな。 180g やって、結構あるな。うわ、冷麺もうまそう。あ、でもこれでいきます。ワタミカルビ注文 OK。 よし、デザート。もうね、なんか17種類あるらしいよ。めちゃめちゃあるやん、えぐい。いや、もうタコーク、これ全種類制覇ですよ。焼肉来る前にアイス食うやつ。じゃ、まず上3つ注文で、いやー、一人焼肉なんやかんや20日も。到着したぞ。すげえ、いいぞ。うわ、これめちゃめちゃあっちめちゃあっちめちゃあっち、あっちゃ、熱っ。ボタンを押したら戻っていくと。なるほど。あ、デザート来ました。めっちゃ来たよ。もう幸せな時間が来ました。早速いただきます。うわ、うまそう。ちょっと肉焼きたい気持ち山々やねんけど、アイス溶けそうやから、ちょっとアイスいくわ。抹茶アイスという抹茶わらび餅、抹茶アイスちゃうけど、マニラやけど。最後、うめえ。デザートはこの世を救うよ、本当に。なんかスーパーで売ってそうなシューアイス、いただきます。うん、これはもう美味しいな。甘夏ゼリー、めちゃめちゃさっぱりしてる。はい、ということでお待たせしました。肉焼いていきましょう。意外とこれでかいよ、めちゃめちゃでかい。じゃあね、タレはカルビ専用だれ、定番の焼肉のタレ、回収。これうまそうやな。しかし待たれ、慌てるでない。まずは野菜から。食物繊維と言ってもね、さっきもデザート食べちゃったけど意味ねーって思いながらもいただきます。うん、うまいね。じゃあ早速いただきますよ。カルビダレにつけていただきます。やばいわこれ、結構レベル高いかも。食べ放題のところってなんかグニグニとしたお肉が多いねんけど、普通に美味しい、レベル高い。もうご飯と一緒にいっちゃいますよ、これ。うますぎる。焼肉だれ。いただきます。甘くて濃厚なタレ。これは子供喜ぶで。ということで、第2陣いきましょう。これも結構量あるよ。
ファイヤーファイヤー。おかわりご飯お願いします。ウィス、いい色になってきてるんじゃない。ご飯が来た。まだかな。何食べたいな。 GoPro 暑さに弱くてすぐ暴走して止まっちゃうから D 弱めにしてんねんな。あ、もういけそうや。ああ、大丈夫大丈夫。これはちょっと待っとこうか。キノコ、ノコ、ノコ、元気ノコ。第2陣たちいただきます。このね、カルビのタレ、カルビのタレはなんか食べますわ。なんか甘さしつこくないっていう感じかな、イメージは。こっちの焼肉のタレはちょっとかなりドロドロで甘めに使われてるけど、僕個人的にはカルビのタレの方が好きかな。うん、酢もいってみる。酢いただきます。あ、合う。酢美味しいかも。焼肉のタレとはちょっと打って変わってめちゃめちゃさっぱりしてるからいい 味変になる。調味料でニンニクとコチュジャンもあるわ。今日は使わんけど大盛りわたみカルビセットいただきました。じゃあね、今からウィーツのコーナーですよ。スウィーツ。さっきはここ上の上段頼んだんで、もう一回上段行って魚からの、はい、ここですね。あ、怒られた。そんな頼むなと。めちゃくちゃ店員さんに嫌われるやつだ。さっき、いや、紙エプロン助かりました。またまた救われた。ウィーツ。さあ、デザートの始まりですよ。さっきご紹介の抹茶アイス2抹茶わらび餅、抹茶じゃないけどいいね。シューアイスバニラ、甘夏ゼリー、プルプルコーヒーゼリー。コーヒーゼリーって美味しいよな。いただきます。うまい。プルプル杏仁フルーツと雪見大福のチョコフォンデュ、いただきます。これ考えた人天才。ケケルチョコソースと雪見大福の甘い甘いコンビ最強でやばい。杏仁フルーツ、口どけふわとろプリン、ソフトクリーム、生クリームだった。大仏プリンとまでは言わんけど超うまいわ。甘さ控えめな感じ、うまかった。ちょっと疲れてきた。調子乗った。アミヤクチュロスのチョコフォンデュ。うん、チュロスいいね、おいしい。石焼きフレンチトースト、これすごい。フォークでいただきます。すごい、これめっちゃ焼けてる、湯気出てる。いただきます。でもうまい。17って結構多いな。次こいつらやな。1、2、3、4、いっぱい来たで。アイス全5種類、クッキー&アイスクリーム。これちょっと個人的にうまそう。買った、めっちゃ硬い。このままいくわ。やはりな、うまい。ヨーグルトかな。うん、ヨーグルトいいね。プレーンの味やけど美味しい。ドライとチョコムース。なんでこんないっぱい頼んだの。ドライ焼きをいただきます。いいね、うまい。マンゴー、うん、これだけ唯一シャーベットやね。美味しい。濃厚レアチョコケーキ。チョコ好きやからな。ポイント高いで。ナンバーワン来ました。うまい、これ。チョコのスポンジ部分とムースがいい具合に重なってて、もうほんのり美味しい。ザ・チョコって感じ。マニア。福祉ロールケーキ。最後。抹茶アイス、抹茶うまい。
めちゃめちゃ好きなんですよ。うまい。いやー、ということで焼肉定食およびデザート食べ放題17種類完食でした。食べた。もう腹ばえで。焼肉も定食にしてはかなりボリュームあるし、おかわり2杯できるっていう時点でかなり満足度の高いコースになってると思います。デザートもこんだけ食べられて858円なんでもう十分やね。いやー、冷たい、寒い、ちょっと寒い。個人的なデザートの順位をつけたら濃厚レアチョコケーキ、雪見大福、抹茶わらび餅、これやな。え、でも全部のデザート美味しかったです。とりあえずごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。焼肉の渡る特急レーン、ごちそうさまでした。焼肉だけでも結構ボリュームあるのにデザート食べ放題もつけちゃったらもうデブになっちゃうよ。またね、メニューの詳細とかはインスタグラムのところに貼っておりますので、気になる方はぜひインスタグラムフォローよろしくお願いします。お客さんとしてはまあ一人で来てる人もいましたし、あとはね、親子で来てる人が多かったです。車で来る人はね、近くのコインパーキングを止めることになるんですけど、大和八木駅南口から徒歩1分、めちゃめちゃ近い。いやー、どっかリーズナブルで焼肉食えるとこないかなってね探してる方、特急レーンがありますよ。にしてもね、デザートの食べ過ぎが良くないよ、本当に糖尿病になっちゃう。僕は特別な訓練を受けてるんで大丈夫ですけど、皆さん絶対食べ過ぎは注意してください。病気になってしまったら元も子もないからね。はい、という感じでこのチャンネルでは奈良の面白グルメや観光スポット、アクティビティ施設などを多く自らが体験して、見ている皆さんが実際に足を運びたくなるような動画を発信しております。この動画いいと思っていただければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。まだね、ツイッター、インスタグラムもやっておりますので、こちらの方もフォローどしどししていってください。危ない。じゃあね、最後、焼肉ワタミ特急レーン、オッケー、せー、なんか顔光ってんな、太陽がすごい、ここか、オッケー、じゃあいきます、せーの、焼肉ワタミ特急レーン。次回もまた見てくださいね。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バーイ、イエーイ。